んにちは、さかねの森です。さあ、今日は何の日かな。皆さん、おはようございます。さかねの森です。今日は世界一長い魚市場、石巻魚市場に来ています。880メートルで、私は50メートル走が13秒ぐらいなんで、今何秒かかったんだろう。でも結構早かったよね。今日はこの魚市場、石巻の魚市場から潜入レポートをお届けしたいと思います。ということで行ってみよう。水揚げ来て、ここから競りが始まるみたいです。あ、出た出た、アンコウだ。わあ、すっごいでかい。 8.6キロ。やっぱ魚種めちゃめちゃ多いですね。テンション上がる、これ。すうわー、美味しそう。今週はずっとしけだったんだって。今から開票ですよ。入札してないけど、なんかドキドキするね。誰が例えばこの魚を買えるか割り振ってくるんですよ。みんな元気だな、朝からね。この男の音、いいね、いいね。甲子園みたい。始まった、始まった。サメから対応します。名古屋のさ、やつだと何言ってるか分かんないんだけどさ、聞きやすいね、ここのは。金華サバ、金華山沖で取れるサバで、油の海苔とか 15% 以上とか、そういう規定をクリアした目付きのサバがいるんですけど、そのブランドサバがめちゃめちゃ美味しいですよね。実はここの宮城県の金華山沖っていうのは世界三大漁場の一つなんですよ。他はノルウェーとカナダで入ってるんですけども、その中で日本のここの漁場が世界で一番、特にこう魚種が多くて優れた漁場ですよっていう風に認められてる。すごい誇らしいことです。だからその世界一の漁場を見たくて今日は来ました。それから立て直しをしてるので、まだ新しいですよね。今から朝ごはんを食べるんだけど、あそこなんだって。見て見て、プレハム、味があるね。楽しみ楽しみ、お腹空いた。やばいね、あっちからこっちまで。こりゃ長いわ。すごい。
ということで市場から移動して大甲水産さんの加工工場ですか。そうですね、はい。サバ、イワシ、そちらは仕分け。あ、サバ、イワシの仕分けは仕分け、大きさを揃える、なるほど、合わせてそれを段ボールに工場。なるほど、生処理工場。 生処理工場、はい、にお邪魔しました、はい。でご案内いただくのが、はい、大甲水産株式会社工場生産部の佐藤秀幸と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金華サバをね、そうですね、普段メインというか、はい、主力商品として作られているんですよ、はい、フィレを、はい、でそれを今日は見たいなと思ったんですけど、あいにくの湿気で、湿気模様がずっと続いてまして、そうですね、なかなか、なので代わりに何か見れるものがあれば、はい、今日はですね、近畿金器いいですね、はい、加工とヒラメ、さっきすごい大きいの買われてましたよね、前浜でこう、はいはいはい、ヒラメとナメタガレ、はい、よかった、お魚があって、こちらの方を案内させてお願いします。よろしく、ありがとうございます。お願いします。わー、すごい綺麗。はい、ということでここ食堂の基地をお借りして、今日は実際に、この大甲水産さんで作っている金華サバのフィレを使って、うちの魚のバーガーで提供する新サバーガーですね、金華サバのサバーガーを実際に作って食べていただこうかなと思っております。でこの商品なんですけど、もう骨が取れてるのですごい調理しやすくて、はい、これを使っていきます。その金華サバっていうのは、この宮城県石巻市の金華山沖で取れたサバのことをブランド化されているサバなんですけども、結局はその根付きのサバって言って、回遊しなくてもプランクトン、餌がいっぱいあるから、ここでこう根付いてる サバなので、体にこう脂肪が蓄わってって、でっぷりした脂がいい。あとは他にも漁法とか重量とか、あとその脂質量なんかでいろいろ取り決めがあって、それに認定されたサバだけがこの金華サバっていうね、こういうブランドをもらえるわけです。なのですごく希少で価値の高いサバなんです。ガリタルタル、ちょっとさっぱりと、さっぱりの酸味で、甘辛ソースを加えます。あと今回はこれ、ごぼうをスライスして揚げたごぼうチップスを、ね、油がしっかり味が濃いので、食感もねパリパリとふわふわとトロトロ楽しんでもらえるようにトッピングしていきます。金華サバの新サバーガー完成です。完成しました。なんとですね、今日大甲水産の大塚社長のご試食を直々、はい、にしていただけるということで、非常に緊張しますけども、はい、御社の金華サバフィレを使って作らせていただきました。ぜひご賞味ください、はい、よろしくお願いします。私の大好きな日本酒ですね、お店でも扱ってるんですけども、日高み用意しました。これ石巻のお酒ですよね、はい、街中に、はい、
平子酒造さん。平子酒造さん、はい、あるっていうことに1個あるんですよね、酒蔵さんとか石巻に、はいはい、ちょっと大好きです、はい、はい、では乾杯。乾杯、はい、いきます。あ、いい香り。よく飲まれます。あ、聞く聞いてる。はい、いただきます。うん、うん、おいしい。おいしい。うん、サバがトロトロ。これから1月の16日から2月の15日まで下の意識魚のバーガーにて販売をいたしますので、ぜひぜひ食べにいらしてください。マスカ社長、頑張って売っていきますので、はい、よろしくお願いします。牡蠣の加工工場に来ました。牡蠣蒸しの体験をさせてもらいます。へえ、すごい。いるわけです。わーい。みんなもこのこと。やっていいんですか？あのちょっとでも手伝えれば。休憩します。で、上から平らな方に入れて。あれ、うん、すごい大きい。ベスト牡蠣に合うでしょう日本酒博楽製、これの純米吟醸の方を今日合わせようかな。いきます。おいしい、むちゃくちゃおいしい。一番人気商品みたいです。牛用に牡蠣の。いただきます。うん。買いたくないよ。ホヤと、あとホタテ。で、牡蠣の3つ3種類あるみたいです。概要欄にある海うまーとで買えるそうなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ホタテもここにあるんだけど、見て。なんか私写真見てこれ本当にこんな大きいのかなと思ったんですけど、本当に大きいです。1月16日から下の意識セントラルパーク店の物販スペースでこちらに品販売しますんで、これめちゃめちゃ美味しいし、宮城の牡蠣の旨味たっぷり入ってるので、ぜひご飯のお供にお酒のお供にお買い求めください。2月の、15日まで販売してます。期間限定の東北フェアですので、ぜひ皆さんこの期間にお越しください。ということで2日間、東北は宮城県、本当に魚が、海が、漁港がたくさんたくさんあった町で、私も幸せでした。これね、一回来てほしいな。実際目に見てもらって感じるものたくさんあると思いますし、お魚も現地で食べるとより美味しいと思うので、
ぜひぜひ宮城県来た際には仙台もめちゃめちゃいいですけども石巻の方までお越しいただけたらと思います。森のおすすめです。ということでちょっと帰りたくないですけども名古屋に戻りたいと思います。またね。1月16日から2月15日までの1ヶ月間常磐東北の海馬フェアを開催します。下の意識の居酒屋店舗では美味しい美味しい東北の魚介類を使ったおつまみをたくさん販売します。そして魚のバーガーでは金華サバを使った新サバーガー、そしてエビ新庄揚げ、セントラルパーク店では宮城の美味しい魚介類をたくさん物販でも販売しますので、ぜひこの期間に下の意識各店舗訪れてください。お待ちしております。床が傾斜がついてるのって、うん、で水流すと向こうに自動的に水が行くようになってる。